さんこんにちは。こすちゃん15回目の生放送が開始いたしました。はい、というわけで会場新たにね始まりまして、会場来てびっくりですね。びっくりですね。広い広い、声も響く。響きますね。この広い空間にちょっとかなり戸惑いが隠せない2人ですけれども、はい、でもね、もうあっという間に15回目ということで、うん、最近どうですか？最近どうよ。はい、恒例のですね。恒例のです。はい、最近、まあまあここ3日間ぐらいでいろいろこう地元と東京を行き来してまして、金曜日にパスポートがね期限が切れちゃってたのを、やっとこうすっとこう取りまして、はい、で川崎行って、はい、取って、はい、地元帰ってお酒を飲んで、はい、で昨日はお友達の吉本の芸人さん の, あの単独ライブに行ってきました。お、単独すごいですね。そうなんですよ。なんか何ヶ月かに一遍やってて、袋とじさんというお、なんか埼玉住みます芸人さんという吉本の芸人さんで、そこの単独ライブに行って、あとはなんだか友達が病気で手術をしたっていうのを聞いたんですけど、それは成功した。でも昨日退院したよっていうめでたいニュースも来まして、そんなこんなの週末でございました。なかなか大変な週末。そうですね、なんだかだったんですね。うろちょろうろちょろして、まあでもしっかりお酒も飲みつつ、それは忘れないと、忘れない。相変わらずこうオタクとはね、縁遠い週末 を送ってますね。そうですね。コスプレもなく、アニメもなく、ゲームもなく、なくまあいいと思います。浅見さんらしいです。ありがとうございます。まあ、15回目っていうことで、一応まあね、うん、15ってまあ切りのいい数字じゃないですか。そうですね。まあ2で割ると余りますけど2で割ると余る余りますけど、しかし5がつくね。5で割り切れる。ちょっと切りがいいので、今日はちょっと景気よく番組を進めていきたいなと思いまして。そうですね。ちょっと待っててもらえますか？あ、すみません。ちょっと繋いでていただきます。わかりました。こうメインアシスタントを動かあ、メイン MC を動かすというね、この申し訳ないっていう、こう繋げないよっていう感じですけれども、閑散としていて、後ろもなんか踊ったりした方がいいんじゃないかっていうね。そしてことさらゆっくり歩いてくるという、そのエスっぷり。はい、ということで、じゃあすみません、一杯やらせていただきます。というわけで、15回目記念ということで、はい、前回の放送でお約束したね、アルコールを注入しながら入れちゃいましょう、はい、番組をちょっと進めさせていただきます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。イエイエイ、おめでとうございます。すみません、皆さんの分がないのが申し訳ないですね。あ、申し訳ないですね。ぜひ番組をね、ご覧になってる皆様も一緒にお酒を飲みながら本日は、ね、視聴されてはいかがでしょうか。ぜひぜひということで、はい、あー、ビールが美味しい。美味しいですか？美味しいです。ビール苦手なんで ね、 そうですね。私これにしてみました。期間限定美味しいチューハイフルーツミックス。可愛らしい。期間限定とか数量限定っていう言葉に弱いんです。はいはいはい、非常に。日本人みんな弱めっていうね。日本人そうね、うん、完全予約限定ボックスとか、うんうんうん、弱い。あとほら、これにも踊らされてますね、完全に。今ね、話題のファミマと初音ミクがコラボしているので、うんうんうん、ちょっとね、持ってきました。持ってきました。それはシュガーチョコレートワッフルっていうやつで、カロリーがこんなちっちゃいのに230キロもあります。ご飯いっぱいちょっとですね。恐ろしいですね。ちなみにこちらはりんちゃんのね、りんちゃんといえばおやつはブリオッシュ、悪のシリーズ。そうです、のやつですね。カロリーは279、結構ヘビーな。これね、一回食べたけどすっごい甘かった。あ、そうですか。ビールとはとても合わない。関係ないんですけど、私スライム味のフィッツ買ってみました。全く関係ない。でもちょっと気になりますね。ちょっと気になっていて買ったんですけど、まだ食べてないんですけどね。スライム味だからライムってこと？あー、そういうことか。酸っぱいライム味。あー、そうですね、やっぱりライム味っていうことで、はいはいはい、戦う食べるっていうコマンドが、これもぜひコンビニで売ってますので、うん、皆さん、なんか業者の回し物みたいになってますけど、関係ない。何ら協賛は受けておりません。個人的に勧めてるだけです。これもね、やっぱ話題のものはね、必要ってことで、うんうんうん、そうですね。私このファミマかける初音ミク話題で言うと、うんうん、ついさっきあれ食べました、冷やし中華。
はいはい、冷やし中華始めましたっていう初音ミクのファミマの食べ物もあって、今年初冷やし中華をそれで食べました、うんうん、それで、はい、はいはいはい、私ペヤング食べましたよ。ペヤングが今日さ、ね、買ってないんですよね。どうでした？あれね、美味しい、とっても美味しいし、中もパッケージもちゃんとミクの放送事故ちょっと口元が緩んでるんで、はい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 、申し訳ない。美味しかったですか？美味しかったです、とっても。よかったです。あの、冷やし中華も、うん、あのごまだれ味で、冷やし中華ってどっちかっていうと酢醤油とかの方が主流だと思うんですけど、はい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 、実は私ごまだれ派なんですよ、うんうん、なので本当に良くて、まあお昼は肉野菜食べて、夜に冷やし中華食べて、うん、まあ寂しい一日だなって。いやいや、充実してるでしょ。ここはちょっとボカロ好きとしては充実してるでしょ。でもちょっと寂しかったですね、うん、なんかね、ちょっとお昼にコンビニ行ってその2つを買って帰ってきて、あとは家から一歩も出なかったっていう。いい、必要です。ちょっと引きこもりで再放送の相棒見たりとか、はいはいはい、相棒が好きでね、またちょっと会話ちょっと変わりますけど、相棒が実は大好きで、相棒見たことあります？いや、あのシリーズやたら勧められるんですけど見たことないんですよね。あれはね、見た方がいい。そうそう、みんなそのテンションでみんなそのテンションです。あれは見た方がいい。乗り遅れた。今見ても、うん、第1回目の第1話から色あせてないです、うん、面白いです。ちゃんと新しいシリーズから見始めても分かる、分かるは分かるんですけど、できればやっぱりシーズン、もうちょっとあの亀ちゃんが相棒だった頃をきちっと見ていただいてから、あの神戸くんだったりっていう回を見ていただきたいんですけども。なるほど。今見ても面白いです。じゃあちょっと見てみようか。 DVD、ね、おすすめですよ。じゃあ出てます、出てます。ビデオ屋さん行って。そう、私それでそのね、寂しい一日を過ごした日に、うんうん、まあ、新しい相棒が10月から始まるってちょっと CM をしていて、なぜか相棒で同人誌とかあんのかなってちょっと思ったんですよ。ありますよ。で、小さい声になっちゃった私。ありますと思う。禁断の検索をしてみたんですよ。バカバカ、やめてやめて。検索をしてしまったんですよ。3次元はダメよ。相棒同人誌、はい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 、で深く考えないでちょっと出来心で検索をしたら、まあ出てくる、まあ出てくる。本当はね、生ものだから出てきてはいけないはずなんだけども、ね、そうなんですか。そうそうそう、そういう会場では出ていいんですよ。イベントでもいいんですけども、なるべく世の中には出ないようにパスワードをかけたりとか。うわ、皆さんいろいろ対策をされてらっしゃる。そうですよ、いけません。もちろん本当に純粋に相棒が好きで、うん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 、そういうね、もう、まあ、ファンブックみたいな形で出されてる方もたくさんもちろんいらっしゃって、でもやっぱね、そこはなんていうんですか、妄想の世界じゃないですか、うん、まあ、ファンタジーということで、それはもう原作とは一切関係がない妄想の世界ですから。驚きのものもいっぱい発見しました。ダメダメ。あの、いろいろね、こう見知らぬ世界を知って、うん、夜一人でテンションが下がったっていう。あー、それはね、そういうあれもありましたね、はいはいはい。まあ、でも相棒ね、ぜひぜひに。アニメでも何でもない会話をしてますけど、相棒とおすすめなんで、ぜひ皆さん機会があったら、ちょっと興味深いですね。はい、見ていただきたいですね、はいはいはい。ファミマが近くにないって人もいるんですね、やっぱ、うんうんうん、このファミマかける初音ミク。そっか、ちょっとどうにかしてね、ファミマまで行っていただいて、こう一気にね、いっぱいあるもんね、商品が。でも確かに、鹿児島にファミマはないですね。ないの？多分あると思うんですよ、うん、あの市とかに行けば。あ、村にはない。もうちょっとこう帰ってくると異様にセブンイレブンしかないっていう。あー、しかも24時間じゃない。そうなんですよ。あの、夜空いてない、はいはいはい、なんかセブンイレブンとか、ほんとセブンイレブンなんですよ。あ、7時から11時なんかそのぐらいしかやってなかったりとかっていうお店が結構あって。昔はでもね、そうだったっぽいですよね。昔、そうですね、セブンイレブンって7時から11時までの営業だからセブンイレブンって名前だったらしくて、 あとなんかこう、見たことないファミマしかない、ファミマじゃない、見たことがないコンビニしかない。ああ、あの個人経営のね。そうです、そうです。あ、同級生に昔いましたね。あそこで働いてた人ってことですか？いやいや、あのご実家がそういう、なんかこう、個人的なコンビニを経営しているご両親で、うん、あ、うん、なんか最近見ませんね、みんな。あ、本当ですか？なんかチェーン店が多くない？多分その地方にしかないコンビニっていうのもあって、うんうんうん、ピンクの看板の、うん、なんかココだったかなっていう、なん
か名前のコンビニは都会ではないんですけど、はいはいはい、ちょいちょいこうちょっと地方とかの方に行くと結構主流であったりとか。都会に少ない、ポプラとかも都会は少ないかな。少ないです ね, ねたまーに、たまーにポプラとかねあるなんかやっぱあるんでしょうね、こうその地域ごとに、地域そうそうニーズに合ったものを置くって意味で、うんうんうん、やっぱそういうね大手のチェーンじゃなくて、むしろそういう地方でこういっぱいの軒並み頑張ってらっしゃるコンビニとかの方が、うんうん、だって農家に、うん、農家の方にだって普通にコンビニあったって使わないですからね。ああ、本当？使わないですよ。コンビニ？だって食べ物は基本、うん、自作自演じゃないよ、なんだ自給自足自給自足自作自演って惜しい自給自足ね、惜しかったね、似てた、惜しかったね、似てました。自給自足でしょ。だからお弁当いらない、うん、基本的に。で必要なのって、うん、その季節季節でやっぱ変わってきて、うん、例えばお盆とかだと、うん、どっちかっていうとろうそくとか線香とか、うん、まあ、そういうものが必要だったりとか、はい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 、はい、やっぱこう必要なものが違うんですよね。お酒は、お酒、お酒はね常に必要なんですけど、大体皆さん行きつけの酒屋があるんですよ。てかみんな決まった酒屋しかないので、みんなそこで仕入れてて、でまあ私の方だと、まあ、鹿児島の私の地域はもうこっちでは見たこともないような酒が地酒なんですよ。あ、それはでもいいですね。なんか白玉のつゆってやつなんですけど、うんうんうん、見たことないなっていう。でもこっち来るとみんな白玉のつゆしか飲んでないんで、うんうんうん、まあ、多分地元酒なんでしょうね。へー、まあ臭い強い焼酎ですよ。芋焼酎、芋焼酎で、ね、本当に匂いのきつい昔ながらの芋焼酎、はい、まあ、若い人とかちょっと多分匂いでもう飲めないんじゃないかなってぐらい、はい、あでもいいですね。一時期焼酎流行りましたね、2、3年前流行りました、うん、その流行ったせいで魔王とかが地元からなくなったんですよ。高騰してね。そうなんですよ、魔王なんてねその辺で飲めてたのに、あれみたいな、なんでこんな高いのっていうぐらい。魔王とかモリゾーとか、そうです、なんか一時おかしくなりました、焼酎事情が。ね、酒の話なんてもうちょっとこうね、ちょコミケの話でもちょっと振り返りましょうよ。う、ね、この今日のこのラフな格好のね話題とかちょっと触れてませんでした。そう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 、すいませんね。そう言ってきた、酒を飲むこれコミケで実は一緒に仕事をね、企業ブースで一緒にコスプレをしてお仕事をさせていただいたんですけれども、まあね、仕事だけで終わっちゃせっかくのコミケもったいないってことで、これ、じゃじゃ私から、これはですね、アースっていうね、洋服の、まあ、主に女性がね、買うブランド、宮崎葵ちゃんが CM をしてる、あそこが初音ミクとのコラボで出した T シャツなんですよ。そちらは、こちらはですね、宇宙兄弟ですね、私が大好きな売っててね、通りすがりに、あ、待って帰る。そうなんです、これをね、コミケのお土産として2人で買って、ね、練り歩いて、で、まあ、せっかくだから着ようかっていうことで、こんなラフな感じでお届けを、ね、けど、普通ですよね、本当に、うんうんうん、確かにその辺で着て歩いてても全然、あら可愛いみたいなね、普通に着てきちゃった、そう今日着てき全然気づかなかったし、私言われて、見て見て、私はまあ汗で濡れたら嫌だなと思って着てこなかったんですよ。なんか意外に普通でね、うんうんうん、本当に普通に使えそうですね。このシャツを買った時、やっぱそのまあ売り子というか売られてる方が大体多分アースのね、ほら店舗で働いてらっしゃるお姉様方がレジをされていて、多分コミケとかは初めてなんじゃないかなっていう感じの雰囲気の、まあ小切れなお姉さんたちがいたんですけど、これが確か3900円の T シャツで、4000円出したら400万円っていう、なんか領収書レジがね、レジで打ち間違えちゃって400万受け取ってみたいな、こう何万返ってくるんだみたいなね、何万領収書が来て、お釣りです。びっくりしました。ありましたね、そんな、そんな思い出もありつつね、なかなかね、うんうん、初音ミクすごいですね、今本当に、本当にね、本当に確かに。これはなんか全国のアース店舗でも売ってるらしいので、気になった方はぜひ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 、ま、別に何の回しもないのに、ね、何の回しでも何の協賛も受けておりません先言っときます、勝手におすすめ、勝手におすすめしてるだけ、可愛いですよね、うんうん、コミケ今年もやっぱ暑くてね、暑かったですね、まあ毎年なんですけども本当暑くて、うん、ね、
もう記憶も曖昧だくらい本当に途中もあ、まずいこれ熱中症になるってこういうことなんだって思って、ね、ちょっと水を飲んできます。今エピソードを話そうと思ったら何も思いつかなかったって何も思い出せなかったんですけど、うん、暑かったという暑かったとしか本当にないかなっていう、それ以外はまあ毎年同じ感じですかね、うんなん何だったんでしょうね、コミケ。ねえ、私初めてお仕事での参加だったので、はい、まあドキドキしながら、いつもは、まあ、個人的なね、サークルさんの売り子とかをして、うん、一応オタク活動も充実はそれなりにしているので。そうですよね。そうそうそう。あ、ちょっとオタク活動で思い出しましたけど、ハンターハンター読みました、はいはい、読んでないです。コミケの話が今ぶっ飛びましたけど。そういえば、前回ね、あったのに。私も持ってくるとか言って持ってきてませんけど。そうそう、すっかり忘れてました。いいんです、いいんです。ゆっくり、ゆっくり読んでください。気が向いた時に多分読まないと人間ハマらないので。そうですね。そうなんです、うんうん、でももう新しいアニメも始まる時期に。そうですね、秋のアニメもね、また。そうです、秋のアニメもどんどん始まってね、今。だってもう終盤に向かってるわけでしょ、今やってるアニメは。そうですね。早いですね、サイクルが。早い。びっくりします。最近のアニメの驚くところが平気で途中で終わるっていう。あ、多くないですか。そう、確かにこうあからさまな打ち切り感。打ち切りじゃないんだと思うんですけどではなくあのワンクール、まあ、あ、もう決まってて、ね、どうしてもね12回ワンクール大体12回とか13回でアニメ終わっちゃうってなると、うんうんうん、まあ、原作の感じから言って、まあ、それは終了するわけがないから、うんうん、まあ、途中で終わるんだろうなっていうのは多分皆さんお分かりで、うんうん、で、やっぱ途中で終わるんですよ。さあ、これから冒険が始まるぜぐらいのところで、はいはいはい、普通にアニメが終わって、うん、まあね、こう、2期があるものもあれば、2期がないものもあるっていう。2期ないと寂しいですね。期待してたらね。自分がハマってたもので2期ないとかもありますからね。それ投票とか、投票じゃない、なんかこう投稿とかしたらダメなんですか、手紙とかをね、なんでしょう、こう署名活動、大人の事情とかもあるわけですよ。あこれが、これですね。いや、これだけじゃなくて、じゃない例えば、やっぱりその人気な声優さんを使われていると、声優さんのまず予定が、全員の予定が合わせられないとか、はい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 、やっぱいろんな、まあ、あとはもう本当にいろんな大人の事情とかがあって、2期をやっても全然問題ない作品だけどもどうしてもできないとかもやっぱあって、あ、そうなんですよ、アニメってね、なかなか難しい、ファンとしては、ね、悲しいですね。そうですね、まあ、せめてなんかこう DVD だけでもね、そうね、とかあったら、ね、出てくれるとありがたいなっていうのありますよ ね、 うん、そんな大人の事情の話をしてどうするんだっていう、はいはいはい、ところなんですけど、あと8月といえば大イベントがあったじゃないですか、楓さん。コミケですか。コミケじゃない。あー、はいはいはい、なんか出たでしょ、あなた。いや、今一瞬ちょっと本当にコミケがあったっ 今びっくりとぼけてるのかなって思ったら、はてなってなっててびっくりしちゃったけどちょっと忘れてました。イベントありましたね。ありました、ありました、はい、思い出しました。持ってきてないけども。そう、持ってきてないんですけど、ね、私のDVD の発売イベントが秋葉原であったなって。ありましたね思い出しましたありました。あの4日、うん、だよね、4日の土曜日に、あのソフマップさんで、まあ、スパイスビジュアルさんから出していただいた DVD の発売イベントがあって、まあね、人が来ていただいて本当ありがたい、うん、本当楽しい発売イベントだったなっていうのを味わって、ね、まあ、なんだかドキドキソワソワしちゃいましてね。あさみさんも来てくれて、そうそうそう、あのお客さんとして、でもまあアイドルのね、そういうイベントなんて、まあ女子だから行くはずもないので、初行ってこうちょっと並んで今から誘導しますみたいな。あ、そんなんだったんですか。そう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 、私その辺知らないんで、逆にそうですよ、ね、教えてもらいたいなっていう、ね、そうコメントがね、ちょっと見れない。そうそう、だからこう1階に、会場の1階にこう待っていて、でこう誘導の係の方が来て、こちらですみたいな感じで、こう整理番号何番の人から、あ、そういう風に、なんかこう本当にこうちっちゃいこうライブのね、あの席が決まってるライブの番号を呼ぶみたいな感じで呼ばれていって、並んで会場まで上がっていって始まる。そうなんだ。私の方はね、もう控え室でね、こう待機してて、ほんと、もう出るまで何人来てるとか分かんないんですよ。あ、まあそうでしょうね。本当に分かんないんですよ、うん、まあ、ただ壁一枚隔ててるだけなんですけど、ほんと分かんなくて、まあでも出たらちゃんと席も埋まってたし、あ、よかったっ
ていう。ありがたいですね。ありがたかったですもん。あさみもいるし、あさみなんか 3DS で撮影してましたからね。カメラマン。そうです。カメラタイムの時まさかの 3DS。 確かに立体で映るし、確かにこの人はすごいなと思いましたけど。そうそうそう、 3DS かとか思ってねえねえ、いや、シャメがダメだっていうね。なんでだったんでしょうね、あれ、シャメがダメっていう。なんでだろう、不思議ですね。そうなんですよ、なんかシャメがダメって、まあよく、多分ああいうイベントではシャメがダメっていうのは多分常識というか、多分そういうルールがもともとずっとあるんだと思うんですけど、そう、まあでもね、本当にいいイベントになったなと思って、ね、差し入れとかもこう、手紙とかもいただいたりとか、まあお菓子とかね、そういう差し入れって普通なんですけど、なぜかウナクールをもらって。ウナクール、うん、なぜ？わかんない。あのプチプチウナクールってあの携帯用のあるじゃないですか。虫刺され用の、はい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 、なぜかあれをいただいて、そんなに虫に食われてるイメージがあるのかなってかな。ちょっとますごい実用性はあるのでありがたかったんですけど、ね、なぜかウナクールをもらったっていうのがすごい印象的で。まあ、夏だしね。あとはまあ色が白いからこう刺されたら目立つのかなとか。あ、でもそうです。マンフェスの日もなぜか私お尻を、そうなんですよ、マンフェス行った日にお尻を蚊に刺されるっていうありえない状況をね、私一人で衣装的にね、ちょっと見えてしまうのに、ちらりと見えるものだったので、お尻を見られるというよりもお尻を虫に刺されてるっていう、そのそこを見られるのがすごい恥ずかしいと思って、一生懸命こういいいいファンデーションとかで一生懸命隠したんですけど、やっぱダメでしたね。隠すことないとね、汗で落ちちゃって。自然美でいいと思ったんですけどね。 3DSOK の、そうなんです、 3DSOK だったんです。 OK でしたね。そうなんですよ、うんうん、あ、飲んでいいですよ。あ、じゃあじゃあとか言っちゃって、あの今日はアルコール注入しながらの放送なのでよろしくお願いします。途中から見出した方はね、何事だと思うかもしれないけど。そうなんですよ、びっくりしました、ね、そんな夏ももう残暑です。今年の夏おかしくないかい。何が残暑がさ、すごい残暑だよね。確かに今更こう暑いですね。だから週末海行っちゃおうかなとか思ってるところ。本当になんかこの調子で9月とか入ったら9月も暑いんじゃないかなみたいな。ね、でももう一年中夏がいい。夏嫌いなんで。知ってます。夏嫌いなんで。存じ上げております。嫌です。冬寒いじゃない。いや、でも冬の方がなんか着込めばなんとかなるけどさ、夏は暑いだって暑いよ。まあそうなんだけど、こう活動できなくなっちゃう。もうほんと引きこもってしまう。それ夏。あー、そっか、暑くて引きこもっちゃう。いや、海でビール。ビールだね。ビールを、分かった、海でかき氷。ビールがうまい季節っていう意味で夏が好きなの、ね、いや、そんなに一番ビールが好きってそんな本当ことではないけど。じゃあお酒で何が一番好きなの。はぁ、あ、いや、でもビール、ビールビール、あら。ビール、いや、焼酎かな。焼酎なの。わからん、何でもいい。ダメな答えしちゃった。何でもいいは一番ダメだよ、ね。そんなね、あさみちゃんをいいなと思ってる人がさ、ただの飲んだくれか。そうだよ、あさみちゃんどういうとこ行きたい、なんか好きなもの言っていいよ、なんでもいいって言われた時カチンときません？これ女子同士もなんですけど、なんか遊びに行こうよっつって、うん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 、じゃあお店私予約するけどさ、何食べたいものある？なんでもいいって言われると、あ、ちょっとチッて思いません？いや、マックでも行くかこらみたいな。和洋中ぐらいは言いますよ。あ、本当ですか。言います、言います。それだけでもありがたいですね。和食がいいなとかね。なんか、まあ、ピンポイントで難しいもの言われても困るんですけど、すげえ高いもんとか、あ、何でもいいって意外に一番困っちゃうなっていうのよ。うで、ね、うんうん、でもお酒はまあ何でもいいかな。本当ですか。うん、私はテキーラはダメなんで。テキーラはいいですよ、いい飲み物です。テキーラは嫌な思い出しかないんで。あ、まあ、いろいろね、思い出ができがちなお酒ですね。なんか、あれは何が美味しいんですか。味も美味しくないしさ。いや、味は結構美味しいですよ。味なんかないじゃない、なんか分かんないですけど、皆さんテキーラ飲んだことあんのか分かんないんですけど、うん、味ないじゃないですか。なんかもうカーッとするだけっていうか、ある意味毒薬飲んでるのと同じですよ。ここカーッとして終わりですから。嘘。本当ですよ、もう喉が溶けるんじゃねえかって熱さでブワーってきて、多分なんかこう毒薬とか飲まされた時はこういう感覚がするんだろうなって私は思ったんですよ。なんかこう変な酔っ払い方をしない気がする。一気にスカッと。いや、変な酔っ払い方するんですよ。一気にズドンですか。あ、じゃあダメだ、向いてないんです。多分相性が悪いですね、テキーラ。なんでお酒って相性があるのかね。なんでしょうね。
ちゃんぽんはダメとか言うけど、うん、でもなんかそのいろんな説がありますよね。ちゃんぽんだとこう口当たりが変わってたくさん飲みすぎちゃうから、結果飲みすぎてしまうがゆえによろしくない、ゆえに調子よく悪くなっちゃうとか、ね、なるほど、いますけどもね。だって食事のちゃんぽんはいいのにね、うん、いろんなもん食べるじゃないですか、うんうんうん、お酒はダメとか食事のちゃんぽん、うん、まあまあね、なんか分かります、品目をたくさん食べなさい、和洋中ぐちゃって食べたりするじゃないですか普通に、はい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 、でも食事はねそんな言われないのに、お酒はちゃんぽんダメダメって、うん、確かにお腹に入っちゃえばね一緒な気がしますけどね。あでもそっか、アルコールは腎臓が分解するから、腎臓の事情、肝臓、あ肝臓でしたっけ、腎臓は分解しないの、肝臓、肝臓のなんか、なんかあれ腎臓何してる、腎臓おしっこでもおしっこってことはアルコールは関わってきますよね、腎臓も多分、あ両方じゃ関わる、教えて偉い人ちょっと誰か誰か博識の方、肝臓で分解して腎臓に行って出すのかかな、うん、ちょっとその辺よくわからないけど、あそっか、でもそうです、お酒の飲みすぎの人って肝臓が機能してませんとかよく、そうそうそう言われるよね、恐ろしい、でも腎臓わかんねえな、やめよやめましょう答えのない話はやめるか、うん、そう、そうですね、そういえば恐竜の、ね、全く話変わるんですけど、あいいですよいいですよ、恐竜好きでしょ、まあまあ好きですよ、でそのこの間そう恐竜がいろんな色があってもいいじゃんっていうやつで、はいはいはい、なんか毛がもさもさ生えていて、そして派手だった説が出たっていうのをテレビで見て、見て、そうです、カエデーと思ったの、 それあれですよ、あの DVD 発売で力説してたことですよ、それがね、またさらに具体的にこの間ワイドショーでやってて、ですよね、ワイドショーネタですけどもやってて、あらーと思ってそうですよ、朝だったから連絡しなかったけど、そう今、私があんなに力説してたことがね、学説的にそうだったんじゃないかってこう報道されるようになったけど、うん、別にまあ何もないですよ、私にオファーとかは、恐竜的な特にないです、専門家からなんか求められてない、何もないです、まだない、これからくるくる、あんなにネットこん、ね、生放送ネットテレビで、うん、あんなに力説してたけど特にオファーはないです、おかしいな、別にだってね、あの学説的に唱えてたわけでもなく、単なる妄想で言ってたんで、こうだったんじゃないのっていう、うん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 、ね、まあ恐竜、まあ恐竜好きっていうか、恐竜が好きというよりは恐竜時代が好きというか、あ古代、そう、なん、そう、なんかこう、まあ過去が好きなんですよ私、うん、だからあの弥生時代、縄文時代とか、はい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 、恐竜のあの時代とかが好きっていうだけで、うんうん、まあ歴女ではないんですけど、あいわゆる歴女では、歴女っていうのはほら歴代の偉人たちの方の人生だったりとか、うんうんうん、そういうのをう追跡するんですよね、いろいろやっぱり勉強していく上で詳しくなって、うん、さらにそういう偉人に恋をするっていうのが多分歴女だと、恋までしちゃう、恋をしてるんじゃないですか、ちょっとロマンチックだね歴女の方、そうだね、うん、多分恋してるんじゃない、あ思いを、だってみんなお気に入りの偉人がいるわけじゃないですか、いるいる、私はこの人が好き、うん、私はこの人が好き、多分それはやっぱ恋愛に近い、あそう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 、私は別にこの恐竜が好きってわけではないので、あそう、じゃあでもアニメキャラに恋するのじゃ同じかな、多分近いと思います、アニメキャラとその 歴代の偉人に恋するって、はいはいはい、多分近いですよ、あその気持ちならわかる、わかります、わかります、わかります、多分近いんだと、うんうん、特に歴史ってさ、まあ、もちろん文献とかね、いろいろ残っているけれども、実際にその場に行って見ることとかできないし、今みたいに映像が残ってないから、じゃあ実際どうだったのかって真実を本当に見ることってできないと思うんですね、あそうそう、あはいはいはい、あ、わかる、わかります、わかります、わかります、そのなんか、こう、まあ私も戦国バサラっていうゲーム大好きでして、あれは歴史に沿ってませんけどね、歴史に沿ってないけど一応その歴史上のね武将の名前を使ってやってるから、そのやっぱ武将について調べるんですよ、あやっぱ調べるんですね、例えばその石田三成とか、今バサラ3の主人公の石田三成とかの、バサラの主人公石田三成な3ね、おそう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 、でそのやっぱりこう文献とかちょっと調べちゃったりするんですよ、うん、でそうすると歴史上にこのお友達だった大谷義継とどうのこうのという逸話があってて、そこでキュンキュンしたりしてみて、おあここでこの友情かっていう妄想しやすいっていう、多分、うんうんうん、ね、一応文献も残ってるしやっぱり妄想はしやすいかもしれない、でも昔の文献って実は当てにならないって話がよくあって、うんうん、やっぱりそのね、
お付きの人とかがこう文献を書くわけじゃないですか。だから、うんうんうん、当たり前ですけど自分の上の大将の方のことはよく書くんですよ。持ってるわけね。盛るわけですよ。だから中国も例えば三国志って2つの歴史の古文が残っていて、はいはい、演技と、うんうんうん、まあ、ちゃんとしたものとって両方が残っちゃってるぐらい、まあ、演技っていうのは元々の歴史に、まあ、ちょっといいエッセンスを加えた、ちょいちょいフィクションを入れたよっていうものなんですけど、はい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 、でもやっぱそうするんでしょうね、うんうんうん、語り継いでいくためにはね、まぁ、あ、ちょっとこう、まぁ、あ、ちょっとこの辺は置いといてみたいなちょっとまぁ、あ、この辺は置いといてなかったことに、そうそうそう、の方がちょっとまあいいかなみたいな、やっぱ歴史、うんうんうん、当たり前ですよね、100% 完璧な人間はいないんで、そうですね、そうですよ、そうですよ、うん、で、曹操だってね、すごい背が低い男だったっていう、はいはいはい、まあアニメとか漫画だとね、曹操ってめちゃくちゃ身長の高い超絶イケメン、まあすごいやり手だったんでそういう風に描かれてますけど、実際の曹操ってすごい身長が低くて、で舐められるから、こうなんかこう話し合いとかに行くときに自分じゃなくてもっと身長の高いいかつい男を曹操として行って、自分はお付きとして行ってこう話とかをさせて攻略していったっていう話があって、多分そっちの方が真実なんだろうなみたいな、自分は身長が低くて舐められるから、うん、見た目でもこう相手を威嚇するために大きい人間を曹操として自分はお付きとして行ったっていうのが歴史に残ってたりとか、でも妄想ですからね、ゲームとかでもね、別にそこまで具体的に描く必要もないんで、そうですね、妄想の世界ぐらいね、うん、まあ、そこ埋めて楽しい部分も、ね、そうそうそう、全偉人イケメンにしたっていいだろっていいと思う、その考えは分かりますそれは分かります、あり、ね、ですね、ありです、うん、まあ、バサラはあんまり詳しくないんですけど、はい、ぜひぜひぜひ、分かりました、じゃあバサラも機会があれば機会があればねやったことあるんです、やったことあるんです、うん、はい、やったことあるんですけど詳しくないってだけで、アニメにもなりましたしバサラ、そうですね、はい、すごい、あと舞台も今ね、すごい、あ、舞台は見に行きましたよ、あ、本当に、はい、あの今じゃなくてもうちょっと去年かな、去年の時に一回なんかちょっと見させていただいて、はいはい、個人的にといえば本当仕事の付き合いで見させていただいて、舞台はすごい面白かったです、初めて 2.5 次元というものを、あ、はい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 、見まして、いろいろね、ミュージカルとかやってますもんね、はい、ちょっとね、今日ね、実はね、調子が悪くてね、コメントがなかなか見れないっていう、うん、そうなんですよね、俺、商業がいいとか、あ、歴史の入り口としてゲームはいいよねっていう、だと思います、うんうんうん、私も三国志のきっかけはゲームでした、へぇ、三国志大戦、そうです、そこからやっぱり歴史も気になって、背景を調べていって、カードだけで見てるときはやっぱ好きなキャラって違ったんですよ、うん、歴史を知ったら好きなキャラが変わりました、あ、でもそれ小学生とか中学生でハマったらすごい成績アップするのかな、多分実際のテストに出るようなところって大きいことしか出ない、あ、そうか、そう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 、あ、ね、多分燃えるポイントとかって実際はどうでもいい部分、確かにでしょそうこの人この人のこうエピソードとか確かに出ない、そうそうそうテストに、実はこことここがあのいとことかはとことかっていうので、えみたいなっていうの、別にそんなの出ないテストに、そうそうそう、確かに年号とか絡めてくれたらいいのにね、しかも今年号変わってますからね、あ、ね、私たちがね子供の頃に習ったのと今の、ここ最近本当に毎年のように年号が変わってるって聞いて、うんうんうん、びっくりしたんですよ、特にね古代のあたりはね、どんどん古いものが掘り出されてね、だって今いい国じゃない、いい国作ろう鎌倉幕府じゃないって言われて、そこでまたこう年齢の差をつけるかっていう、はいはいはい、そうびっくりしましたよ、平の清盛いい胸毛とか、何それあの今ねやってますけどもね、いい胸毛、平の清盛って毛深かったんですか、なんか1167年に多分征夷大将軍になったのかな、平の清盛が、でそれがいい胸毛っていう語呂合わせで覚えた、もうちょっとちゃんとした語呂なかったのかな語呂合わせめっちゃあるよね、しょうもないやつ、平の清盛に失礼だよねそう平の清盛がもちろん胸毛があればいいけど、ね、日本人でどっちかっていうと胸毛のない男性の方のが多いわけじゃないですか、うん、だから胸毛があるとこうそれをちゃちゃ入れたりとか、うん、するぐらい多分胸毛って貴重なので、貴重平の清盛胸毛なかったらもう、まあ、えらい迷惑ですよね、胸毛ねえのに、いい胸毛とか言われちゃって、それすごい覚えてる、その語呂合わせ胸毛好きなんですか、
いや普通です待ってもなくてもいいかな待ってもなくてもいいかなまあそうですよね、うん、別にあろうがなかろうがその人はその人なんであんま関係ないですよね。ほらいい箱作ろうらしい。あ、そうです。今いい箱作ろう鎌倉。ああ、鎌倉バッグ。そうなんです。1185。そうなんです。じゃあ今の小学校とかってそうやってるってこと？今いい箱作ろう鎌倉バッグで覚えて。いい国じゃないです。箱ってって思いますけど、まあまあ鎖国だったからしょうがねえかみたいな。箱。まあ語呂合わせだからね。そうですね。うん、いい箱作ろうって語呂合わせもすごいですね。すごい。まあでも他にないか。うん。いい語呂合わせがあったら募集いたします。というわけでお便りをこの辺で1個読みたいと思います。じゃあたまにあさみちゃんに読んでもらおうかな、はい、じゃあ読ませていただきます。はい、トゥーコスちゃん、かえでさん、あさみさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝見しています。先日は東京ビッグサイトにお二人がいらっしゃると知り、最終日にビッグサイトへ行ってまいりました。すごい人と熱気でしたね。そしてその説はお写真撮らせていただきありがとうございました。お二人ともとてもお似合いでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ところであのお衣装は何のキャラですか？よく知らずすみません。よろしければお教えください。マッシーさんより。ありがとうございます。ありがとうございます。私はメダカボックスっていう、今漫画とアニメね両方ありますけども、の、まあ、会長のメダカちゃんっていうキャラクターをやらせていただいて、少年ジャンプ、そうです、ね、ジャンプで連載中のメダカボックスですね。はい、で私が、お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね。すんげータイトルですよね恥ずかしい恥ずかしい、まあ、お似合いっていうらしいですよ。略して略してお似合いっていうキャラの、あ、漫画のこれからアニメ化する。そうですね、もともとライトノベルですね。ラノベですね。そのあきこちゃんという主人公の子で、そうです。あのタイトルを聞いた時の衝撃ったらないですね。ないね。お兄ちゃんだけど、兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね。大いにありますよ。関係あるね。大いにあります、うん、お兄ちゃんいないんでちょっと気持ちは分かんないんですけど、うんうんうん、気持ちは分からないんですけど、例えば自分にお兄ちゃんがいたとして、はい、まあまあ正直お兄ちゃんにもよるんですけどお兄ちゃんにもよる。お兄ちゃんにもよりますけど正直者だね正直者なんで、うん、確かに自分をすごく可愛がってくれて、うん、頼りになるお兄ちゃんだったら、しかもイケメンだったら、まあまあそれはブラコンになるだろう、ね、なるかもしれない、思いますよ、うん、それは思います。まあ一線は超えませんけど、うん、いや超えないでしょ、お似合いも。でもブラコンにはなるかなってちょっと思いますね。確かにお兄ちゃん欲しかったなと思いますね。欲しかったですね、うん、なんかでもお兄ちゃんがいるところを見るとやっぱり結構仲いいんですよ、はいはいはい、お兄ちゃんと妹って、うんうん、なんかやっぱ、うん、お兄ちゃんがね、お兄ちゃんがって言ってるのを見る、はいはいはい、来たりなんかこう見たりするとややジェラシーみたいな。別にそのお兄ちゃんのこと全然知らないんですけどはいはいはい、はい、お兄ちゃんがいるというその環境にややジェラシーを覚える、うん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 、私もお兄ちゃん欲しかった。でもね、今更親に頑張ってもらってもお兄ちゃん生まれないので。そうですね。そうです、もう弟か妹しか生まれないので、お兄ちゃんいいなと思います、ね、そのお似合いっていう、まあ、作品は10月からスタートだったので、ね、まだアニメがやっぱ始まってない分ね、うん、分かってくださる方がやっぱちょっと少なくて。そうですね、なんかたまにね、あきこちゃんですよねって言われるとそうなんです、すごい嬉しかったです ね。私はまあメダカボックスってことで今でもねアニメもやってるし、うん、漫画も現在進行形連載中なのでやっぱ分かってくださる方はすごい多かったんですけど、うん、まあメダカちゃんだメダカちゃんだ、そうです、メダカちゃんだ、会長だ会長だみたいな感じで、うん、まあ会長おっぱいしか見てもらえないっていう。会長おっぱいのところがね、おっぱいだけ空いてるって衣装、空いてるんですよね。みんな夏なのにみんな冬服っていうちょっと季節外れのコスプレで、本当に。でまあメダカボックス、そうメダカちゃんってキャラがやっぱおっぱい大きいキャラだったので、うん、まあ頑張ってるわけですよこちらもね。そうそうそう。もう寄せられるよ、ね、肉全部寄せて、どんだけ、ちょっとどうしたどうした。照明がいきなり照明が変わりましたけども、まだ夜じゃないけど おっぱいトークのタイム、ああみたいな、ピンクの時間なのかと思いました今からそういうタイムに突入しちゃうのかと、終わりの約20分間は大人の時間かと一瞬思いました新しい15回目のゴスちゃんはそうです、アダルトな時間、アダルトな時間もあるって。あ、ちょっと暗くなってきました、ね、絞られましたね。じゃあ終わり20分ちょっとアダルトな会話に、はい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 、男の人は多分、でも最近の男の人は分かってると思うんだけど、最近の女性のブラジャーはイカ様なんで言わないですよ。いや、これ言っといた方がいい、男のために、イカ様のために
もう男の人のために言っといてもイカサマなんですよ、しょうがないですよ。なんかブラジャーを買うと元からパッドが入ってる、おかしくないですか。おかしくないです。おかしいですよ。それはね、そのね、わからないわ、あなたにその気持ちは。いや私はね、みんなが思ってるほどおっぱい大きくないんですよ、ここで言っちゃいますけど。いや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 、私すげえおっぱいでっかいキャラっていう定着をされてるんですけど、もう申し訳ないんですけどそんなにないんですよ。私は大きく見せるのが上手なんです。いやでもやっぱりね、やっぱちょっと素材がね違うの。多分痩せてる人って背中にも肉がないから寄せられる肉がないんですよ、正直。私みたいにちょっとポチャっとしてると、まあ寄せられる肉が結構あるんで、結構ね変わるよ。やっぱ補正下着って嘘じゃない。こう持ってきたお肉をね、こう定着させるって大事で、まあ で,、うん、でまあちょっとそれてないけどそれましたけど、うんうんうん、まあメダカちゃんね、最近の、まあ、メダカちゃんブラジャーの話になっちゃう。最近のブラジャーもともとパッドが入っていて、うん、それも可愛くないパッドが入ってるんですよ。もうこんぐらい分厚いパッド、もうね、あの絞れちゃうぐらいの。なんかさ、そんなにさ、もともとパッド入ってたらさ、具が出ちゃうじゃんみたいな、てっぺん出ちゃうじゃんみたいな。わかります？わかりますよ。だからワンサイズ大きいのを買わないと、うん、出てはいけない部分がブラジャーに収まらない。うん、もう持ち上げられすぎて、うんうんうん、いやいやいや、ちょい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 みたいな。そう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 、っていうぐらいもともとパッドが入ってるの、最近の女のブラジャーって。いいんです。おかしくないか。いや、盛りたい年頃ですよ、こんな。いや、ちょっと、ね、いいよ、全くないとね、盛らないと話にならない。盛りブラジャーってのあってもいいの。あー、ない、持ってないね。なんか最近盛りブラジャーしかないじゃない。あー、確かそれがもうデフォルトになってる。天使の谷間とかわけわかんなくね。天使の谷間って、なんで天使がその誘惑しなきゃいけないんで、悪魔じゃある名刺みたいな。そっか、そう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 、わけわかんない。いや、なんかあれはね、ちょっと納得いかない、私女だけど納得いかない。でもパッと見て、あ、この子おっぱい大きいなって思っちゃいけない。ああ、それはそうですね。そうです、ほんと、ほんと当てになんない今。はいはいはい、今ほんと当て、みんなおっぱい大きくないですか。そう、でもね、あとね、やっぱ日によって、その日によってブラジャーの具合によって違うんで、その大きさが変わっちゃう。パッチの調子によって。それ多分ブラジャーによってじゃないですか。そうそうそう、だからその、はい、もともとみんな入ってるけど、それがこうね、こう、うまくマッチするか否かみたいなとか、あとボリュームがあったりなかったり、パイポジみたいな。そう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 、ありますよね、厚みとかね、もともと入ってるやつ、まあ、体の調子とか、そうそうそう、変わるんですよ。最近のブラジャーは本当イカ様だね。あのパッドをなしでいいから、300円ぐらい安く売ってくれねえかなって思う時がある。だってパッド代込みの値段でしょ。パッドいらねえっていう人間はさ、確かにちょっと安くしてくれても、そうですね、よくない、うん、って思うんですよねっていうね。男の人ってそういうのないの。え、女の子はさ、なんかこう大きく見せるみたいな、男の人はないのかな、パンツとかで。ないでしょ。な、邪魔でしょきっと。あ、ほんと、わからないけど、ちょっと気になるじゃん。だってぶつかってあんなに痛がってるんだよ、野球選手ってことは。なるべく肩は小さい。でも野球選手ってバナナカップっていうのつけるんでしょ。あー、キャッチャーだけじゃない。キャッチャーだけなんですか。なんかこう、守るさ、やつをつけてるっていうのを聞いたことがある。ボーグ、ね、ボーグ、格闘家とかはつけるんでしょうね、きっと。まあでも、キックボクシングとかつけとかないと危ないですよね。うん、そういうのないんだ、なんか詰め物みたいなのないんだ、男の人は。どうなんだろう、あれかな、ボディービルとかだと。ボディービルだ、詰めてそう。勝手なね、もうすげえ勝手な想像だけどね。確かにボディービルだ、詰めててもおかしくないな。うん、そうよね、それぐらいじゃない。でも、それしてこうした方がいいんじゃないかなっていう。でもさ、なんかわかんないけどさ、モデルさんとか、うん、あーはどうなんだろう、セクシーな男性のモデルさんだと。そう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 、いいかもしれない。多分同じだと思うね、女性がおっぱい大きく見せたいって気持ちとかとさ、多分同じじゃない。でも女から見て、そのあんまこう男の人がおっぱい見るほどは下は見なくないじゃない。まあ見えないからね、うん、そっか、見えないから。やっぱ胸筋とかね。胸筋も見ないですね。じゃあ鎖骨、二の腕、鎖骨も見ないな。何フェチ、私何フェチなんだろう。あんまフェチってないかもしれないですね。なんか、うん、多分その人それぞれで目につくとこが違うんですよ。あ、なんか異様に髪の毛が気になる人とか、うんうん、異様に肌の色が気になるとか、別にいろんな意味で、多分フェチはないかな。
あえて言うなら骨かな。骨？うん、骨格ってこと？ほ、うん、骨かな。あー、それどういう感じが、ね、骨太ながっしり系が好きなのか、ちょっとひょろっとした感じが好きなのか。まあひょろっとしててもがっちりでもいいんですけど、やっぱり、うんうん、女性とね、骨の作りが違うっていう、うん、あのゴツゴツ感はいいですね。あ、なんとなく、なんか多分私がトランスフォーマーとかに惹かれるのはあのゴツゴツ感かな。あ、トランスフォーマーね、ちょっと近いものがあります、うんうんうん、なんとなく、うんうん、ゴツゴツものが好きですね。あ、いいですね。恐竜とかも多分なんかあのなんとなくあのちょっと結構ブテブテしてそうなのに、うんうん、一部一部でちょっとこう骨がうっすら出てるじゃないですか。あ、多分それがいいのかな。ごっつい感じ、なんとなく。あ、バナナカップ、ファールカップ、ファールカップっていうのね。ファールカップ、野球のあれってこと。あ、もうそういう名称なの。へぇ、つけるの。私バナナカップだと思ってました、すいません。詰め物一般的じゃないけどあるらしい。あ、やっぱあるんですよ、ほら詰め物。はい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 、すげえ。へぇ、やっぱ盛るんだ男性も。いるんじゃないですか。私が自分男だったら、うん、多分盛りたい時もあるかなって。あーかな、うん、特に思春期の時。思春期の時、うん、そっか、かな。大人になっちゃえばね、そんなこと、うんうんうん、こだわらなく多分なるけど、思春期の時の方が盛りたいかも。思春期です。私だったら多分シークレットブーツとか履いたかもしれない。身長、身長、身長。あ、男子だったらね。今ね、だって靴の中に入れられる、うん、ね、こんな、うん、インソールでね。そう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 、なんか身長高くできるとかいろいろあるっていうのを、うん、この間そのコミケの仕事の時に、あ、モデルの女の子が教えてくれて、履いてる子いましたね。そう、ね、それはなんて素晴らしいと思いましたね。うん、ね、あんまり身長ないんでね、うん、身長は欲しいですね。そうですね。なんか本当にどうしようもない話になってきましたね。本当にすいません。ねえ、まあでもね、こう照明もちょっと絞られたことだし。何を話そうと思ってたのかすっかり忘れてしまいました。飛んじゃいましたね。はい、しっかり。次回はね、あの第3土曜日なので、はい、変わらず。そうですね、今日はね、そうです、言っておかないと忘れる前に。日曜日です。今日は日曜日なんですけど、来月は第3土曜日の4時からですね。変わらず毎月と変わらず放送するので、はい、よろしくお願いします。詳しくは akiba.tv さんと2人のブログでも一応告知をさせていただきます、はい、あと会場もまた変わりますね。広々としたのは最初で最後かもしれない。最初ですよ。だからさっきね、踊った方がいいかなってあさみちゃん言ってたんで、そう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 、踊ればって言ってたんですけど、まあ踊れるわけでもないですね。そうなんですよ。だからなんか踊らないんだと思ってね、この広さをね、もう大々的に使ってもらえるのかなと、ね、なんかごっこでもします。ごっこ2人で。ごっこ2人で、うん、どんなごっこですか、ね、事前にね、もうちょっとこう分かったらね、なんか募集でもすればよかったですね。即興の、あ、何をやってほしいかみたいなものですか。でもね、即興で踊れるっつったらなんかラジオ体操ぐらいしか思いつかない。なんかあと何でしょうね、寸劇的な寸劇的な設定があって、はいはいはい、こうね、りんちゃん、りんちゃんじゃない、れんくんとりんちゃんで、れんとりんで寸劇。そう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 、まあ、出来、あの、出来の高、クオリティを求めなければできますでしょ。はい、クオリティを求めなければ何でもできますよ。はい、ね、というわけでね、来月ははい、はい、第3土曜日になりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで残りあと10分というか、でもうね、うん、そろそろ終わりが近づいてきましたけども、うん、いやね、こう私はね、思うんだよ。こう1時間ダラダラフリートークっていうスタイルで15回も続けてきちゃったけど、うんうん、15回振り返ってどうですか。そう、あのね、ちゃんとね、うん、コーナーを設けようかなって。15回になって、やっと、やっとそうですね、ちょっとコーナーを設けないかなっていうのを思いまして、まずコーナーから募集する。あ、こうそこも頼っちゃう。頼っちゃう。じゃいくつか、まあ、私たちでね、作るコーナーもありの、はい、こんなコーナーあったらいいなっていうお便りも募集とか。そうですね、うん、なんかこうね、30分フリートークした後はコーナーで固めていくみたいなね、うんうん、っていうのもなんかいいのかなっていう、やっぱり思いました。あ、踊ってって来てますよ、コメント。ほんとだ。思春期に特に盛りたくはならなかった。あ、本当に殿方の意見ですね、これ。あ、じゃあこれが多分ガチな意見です、うん、そうなんだ。なんかね、思春期の方がいろいろ気にしそうだから、そういうものなのかなと思った。やっぱり男の人の気持ちは分かりませんね。
そうですね、思春期か、うん、そうなんですか、うん、女子はね、ね、あ、はい、あ、やだ、ありがとうございます。おお、素晴らしい。今、こう、せっかく広くなったのでコーナー募集係 info@akiba.tv こちらでお待ちしております。お待ちしております。もう一回言いましょうか。 info@akiba.tv ね、こちらで、まあ、こういうコーナーあったらいいんじゃないのっていうのをちょっと募集しようかなと思います。ありがとうございます。どういうコーナーやりたいですか、逆に。あ、なんだろう、どんなのだろうね、うん、何かな、コーナーね、うん、難しいですよね。そうですね、まあ、いろいろチャレンジとかが一番、うんうん、ロケの V 初めの頃あったよね。ありました、ありました、うん、2人でどっかロケ行くとか、はいはい、だからもう1対1をどっちかがカメラ持ってどっちかが行くっていうだけのロケ、うん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 、だったらできなくはないですよね、うん、まあ平日とかにね行って、ね、そうだね、ロケ楽しそうですね、うん、どういうロケしたいですか。なんだろう、私は食べ物とかしか思い浮かばないんですけど、新しい、まあ、噂の現場に行くってのもありですよ。何それ、わかんないけど、心霊スポットとかそういうこと。心霊ですか、なんかわかんないですけど、うん、まあ、食べ物でもいいんですけど、うん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 、ここは毎週木曜日しか営業していないらしいとかを1週間検証するとか、あーっていうロケとか、なんかそういう噂をお便りとかでもらったり自分たちでも調べていくっていう、あー確かめよう、そうそうそう、ハンディカメラ持ってこう、ここに人面魚がいるらしいとか懐かしいでしょ、古い懐かしいでしょ、でもちょっと今さら人面魚追いかけたい。そうね、今、うん、あの人は今でもいいよ。あ、もう第1回目が人面魚でしょ、はいはいはい、あの人は今って、はいはい、それでもあ、お悩み相談1分で片付けられちゃうからな。そうですね、あ、最初お悩み相談しますとか言ってましたね。ありましたね、3回ぐらい前に。でもなんかだんだんコメントとかでも来なくなって、うん、それは多分こいつらに相談しても無駄だっていうのがバレたんですバレたんですね、はい、早かったな、バレるのまああれじゃあね、しょうがないですよね。なんか確かにね、まあ、やっぱ VTR とかってあった方がいいんですかね。うん、なんかね、楽しそう、やるのも楽しそうだし、1回ぐらいちょっとやってみますか、次回。そうですよね、月1回の番組なんだから、うん、VTR ぐらい夜用意しろよっていう風なこうあれはある。でもそれを誰がじゃあ編集するのとかね。か、私編集能力ありますけど、じゃあでもね、じゃあとか言っちゃって Windows 7になっちゃって、うんうん、編集ソフトが入らないんですよ。あの7に対応してないんです。ね、7なかなかね、はい、対応しないんですよ。しないですね、いろんなソフトがね、びっくりですよ、XP とかあの辺までしかね、うんうんうん、あの軒並み対応してなくて買い直しってなっちゃうんでね、困っちゃいます、ね、困っちゃいますね、パソコン事情。ノー編集で流しちゃう。ノー編集それ多分1時間終わりますよ、 V で。でも、もうちょいちょい、もうちょっとずつ頑張る今から30秒あ、もうタイムを決めて撮影するってことね。そうまあ、なくはない。何回も何回もやり直して、うん、で、じゃあ本番30秒で。あー、なるほどね、うん、まあ別にコスプレで飯食いに行くだけでもいいですけど。そうですね、そうです、ちゃんと事前にね、あの撮影の許可はいただきますけど、こういう番組で取材していいですか、取材っていうか、ご飯食うだけですけど、うん、みたいな、うんうん、そんなのつまんないか、見ても。何かをしでかさないと。しでかさない、しでかすんですか。いや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 、こうね、させていただかないと。何か危ない橋は渡りたくないな。うん、あさみちゃん、あの和菓子屋さんに送り込もう。あの和菓子屋さんって何ですか。あの和菓子屋さん、なんだろう、あの和菓子屋さん、私のお友達が嫁に行った和菓子屋さんですか。あ、そうなんですか、すごいですね。そんな和菓子屋さんはありますけども、あ、でも楽しそうですね。あ、それ一応知ってる人だったら行きやすいね。知ってる人のところに和菓子作りに行ったらどうですか、あさみちゃん。私が単体で、うん、一緒に行きましょうよ。カメラポンって置いといたら、こう、私別に撮影で行ってもいいですけど。
ね、ちょっとなんか企画立てたいですね、次回。そうですね、なんかこう、うん、コスプレで行くべきか素顔で行くべきか、まあコスプレで行くべきでしょうね、うんうん、やっぱこの輪廻ですかね。そうですね、輪廻で、うんうんうん、行くべきかなと。ロケの部位ね、どうなんですかね、あった方がいいんですかね、それともね、こういうトーク形式でコーナーがいっぱい設けられてる方が見てる方は。だってロケに行って写真を出すってこと。あー、ロケ地写真、ロケ地写真たくさんポンポンポン。それだったらまあやりやすいですね、正直。こう紙芝居形式っていうか。あー、やりやすいですね、うん、ちょっと噂の現場に行ってみましたみたいなね、うんうん、かもしれない、ね、それだからできたばっかりの別にところに、うんうんうん、まあ、渋谷ヒカリエに行ってきました、うんうんうん、パシャみたいなのいいわけですよね。あと新しい映画を見てきましたとかね。あ、映画の評論勝手にしますか。そうまあそうですね、パンフレットとか見てきたんですよみたいな、うんうん、まあ、まあ、協賛がない分怖いものありませんからね。ない言いたいことを言えるっていうのは少々ありますけど。ございます。映画もね、最近ちょっと見てないんで見たいなっていう、うん、残り3分、うん、はい、そうですね、コーナーぜひね、いい案があったらぜひ info@akiba.tv の方まで送っていただけると、まあ、お互いのね、ブログのコメントで書いていただいてもいいのかなっていうのもあるので、うん、こういうことやってみたらどうっていうね、うん、のもいいのかなって。ハンディカメラを持ってる、協力してくれる人が必要ですね。そうですね、今ちょっと思いましたね、私さすがにハンディカメラ持って、あ、知り合いにいますね、持ってる。あ、じゃあお願いして1回ぐらいね、ゴシップ芸、やっぱそういう噂の現場に行ってくれってことですかね。あ、噂の現場か。でもほら、ニコ生って地方の方も見ていただいてるから、逆に秋葉原に来たことない人とかも結構見てらっしゃる。はいはいはい、はい、っていう意味では、今更だけど秋葉原のお店とかを紹介してもいいってことですよね。もうちょっとね、路地入ったところを練り歩いてみるとか。そういうのも、まあ、ありですよね、うんうんうん、そのお店には出てないような、あ、お店じゃない、テレビとか雑誌には出てないようなおすすめのところとかをご紹介、マニアックなお店とかでもいいし、そういうのもありますよね。あと今更メイド喫茶に乗り込んでみるとかね。メイド喫茶ね、なんか嫌な思い出もある。あと1分になっちゃったけど語りきれる。ちょっと時間が足りないんで。足りない、わかりました。おいそれやめときましょう。私はおいメイド喫茶やめときましょう。やめときましょう、はい、というわけで残り1分になりまして、はい、次回のコスちゃんは第3土曜日16時からとなっております。土曜日ですのでお間違いのないようによろしくお願いいたします。はい、また生で見ていただける方の方に、今回このスタジオでさせていただいているんですけれども、次回またスタジオの場所が変わるということなので、それは分かり次第またご報告いたしますので、よろしくお願いいたします。お願いします。というわけでもうエンディングです。あさみちゃん、どうでしたか15回目。いや、15回もね、一緒に過ごせて大変嬉しく思います。はい、ありがとうございます。まあ、100回、200回とね、いきなり飛んじゃったけど。先は遠いですね。先、道のりは長いけどね、はい、やっていきたいもんですね。そうですね、うん、まあ、お酒を飲みながらとは言いましたけど、あんまり普段と変わりませんでしたね。まあ、そうですね、1本じゃ変わらないですね。なんかね、うん、私の中では結構ダラダラしちゃったなと思ったんですけど、まあ、いつもダラダラしてました。はい、では皆さん、見ていただいてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。